はい、どうもお茶です。今日は順位を使ってランクマをやっていこうと思います。はい、ということでね、格上検索しても見つからなかったので、同段に検索したらね、18段の方が見つかったんでやっていこうかと思います。ということで、ポチャムキン、同じカラーじゃないか。あれ、最近ちょっとまたジョニーのモチベが上がってきてるんですよね。なので今日はね、ジョニーでランクマをやろうと思いました。お、これ隠ってる、もしかして。金イエスコイン、金イエスできたかもしんないですね、今のだったら。てか、ポチョムキンできるかもな。あ、ヒット確認しなかった。あー、ステップ俺の名で終わってましたね。うわ、うますぎる。これはワンチャン赤キャンで死ぬかどうかなんですが、死なないね。やったー、ここは使っていきましょう。あー、ですよね、バックステか。ちょっと自分の読みを信じれなかったのが今の範囲かな。ハンマーフォール、俺どうすればいいか分かんないんだよな、ジョニー使ってる時。あー、バックステ出したんだけど出てなかった、ピヨッタ。マイパンバレー、マジか。まあ、重なってなかったこっちが悪いんだけど。マジか。やっぱ俺ポチョムキ苦手やな。なぜか知らんけど赤キャン使っちゃった。あ、投げ、マジか。なんかジョニー使ってる時のポチョムキマジで勝てる気がしないんだけど。やばいな。コインでいいんですかね、ハンマーフォール潰すタックとしては。てか、どうやって潰せばいいか分かんないんだよな。今6回ですからね、6回の先端だよ。びっくり、6回の先端前パンで負けたよ。うまい、いいバックステー。あー、バカ、おバースト使うとこだったかな。これで終わりでしょう。オッケー、ここはさすがに殺しきっていく。まあ、正直ちょっと迷いましたね、切りはめと。ポチョムキンは本当、あれ当たらない。ポチョムキン本当足払いの先端でもコイン当たりますね、コンボになる。安すぎるけど。あー、バックステかろうと思ったんだけどダメだったか。これは隠ったかな。あれ、なんか今技出してなかった、気のせいか。まあ、さすがに暴れるよね。で、こういうのを植え付けた時に暴れ潰しが機能するんですけど、かぐった。オッケー、これは。まあ、リバサじゃないけどね。やっぱリバサ難しいな。これはランク上がらないかな。あ、上がったわ。よ、オッケーオッケー。早く若旦になりたいものですね、ジョニーの方も。まあ、とりあえず開幕はコインが安定なんじゃないかな。多分、リピート相打ちだけど。
相打ちならポニー当てたジョニー側が有利なんでね。ここコイン投げてからこのコンボだったかな。いやほんとタッチ系便利、 6F でしたっけ確か。いや強いな椿キャン。なんかポチュムキンバスターが見えたけど、うわー高さが足りなかった。こういうとこのアドリブ力がねちょっとね難しいところなんですよね、ジョニーっていうのはね。やっぱりダウン取るのが難しいんでね。まあ今は結構ダウン取れてますけどね。いやほんと使ってみてね分かりましたよ、このキャラの難しさみたいなのがね。やべえ。どうしようかな。よし、最近完成形椿キャンが出るように、あ、やべえ、これは。あぶねえ。うまい。あーやっちゃった。俺の名が出ないな、どうしよう。シンが確か一番起き上がり遅いから、もうちょい気持ち早め入力でいいのかな多分。あー、お、繋がった、さすがのポチョムキン。あら、演出になった。お、できた。あごめんなさい。やっぱ気持ち早め入力でいけたね。なんか起き上がりが毎回雑な感じになってたな。あんまりガードしないジョニーだったかな。まあでも当たってればね全然もう読み勝ちみたいなもんなんでね。正直読みとかじゃなくてただのぶっぱですけどね。はい、ってことで今日の動画はこんな感じになりました。